どうもレイです、今日の動画はですね、レイリーのおすすめジョグシューズ5選ということで、今までレース用のシューズとか厚底のシューズはですね、買った時に、実際に履いてみてポイント練習で試してみてレビューみたいな動画をね、これまで過去何本も撮ってきたんですけど、一番よく履く機会があるであろうジョギングシューズというカテゴリーについては全くね紹介はしてなかったので、今からですね、僕が今実際に履いててこれいいなっておすすめできるやつを5個紹介したいなと思います。選んだ5つのシューズをですね、もう順位つけます。1,2,3,4,5 とコスパ、デザイン、あと用途の広さですね、この3つでランク付けして、順位をつけてね紹介していきたいなというふうに思います。まあジョグシューズとはね一言に言っても、ゆっくりジョグとかペース走とか速いジョグとかいろんな用途の幅広さがあると思うので、みんな何足か使い分けてると思うんですけど、まあ、今回はたくさんのシューズを使い分けるっていうよりかは、もうこれ1足あればいけるよみたいなところもね、あのポイントとしてね非常に高くつけてます。まあ、そんな何足も何足もね、みんなシューズ買ってね下駄箱に置いとくと普通はね奥さんに怒られてしまうので、できるだけ少ないシューズの数でこれ1個これ2個あればどんな練習も対応できるよみたいなところもね、おすすめしていこうかなというふうに思います。それではまず第5位、ゴーストマックスブルックス。このシューズね、僕の中で5位とさせていただきました。まあ、一番最近に買ったシューズかなというふうに思うんですけども、一応評価としてはこんな感じです。デザイン性としては、星5、最高得点つけさせていただきました。これね、このデザインはちょっとオリジナルデザインというか限定カラーなので、こんな派手なカラーしてるんですけども、他にもですね、真っ白のやつとか真っ黒のやつとかもあったりして、まあ、通勤ランとかねにもおすすめやし、普段履きとしても、まあ、いけますよっていう感じです。これ見た目結構重そうなんですけど、実は、はい、結構軽いです。思ったより軽いですね。で、ただその思ったより軽いっていうのは、このクッションの素材が意外とスカスカというか、軽いクッションの素材なんですよ。もちっという感じはね、そこまでないんですけど、まあ、しっかりね、沈み込んでくれる素材です。で、今回この評価の中で、もちろんデザインは5なんですけど、コスパ2ってあるんですけど、これね、多分まだ10キロちょっとぐらい走って、たかなっていう時に、外側ですね、僕よくこの靴の外側が削れるんですけど、ここがもうすでにねちょっとボロボロっとなってきちゃってて、まあ、全体的にもこのラバーではない部分ね、うん、がちょっとポロポロっと削れが、ほんのわずかですけど削れが入ってきてます。多分削れやすいんですよね。まああんまりコスパとしては良くない。まあ値段もですね、これ結構高くて2万近くするんですね。まあコスパは非常に悪い部類なのかなと思います。まあゆっくり走ってる分にはそんなに削れないと思うんですけど、まあ僕の場合はですね、ゆっくりジョックとはいえども、まあキロ5分は切っちゃったりするので、あんまり耐久力としては良くない可能性が高いなというふうに思います。あとは用途の広さもこれ星2なんですけど、まあ、ブルックスのシューズ全体的にこれは言えることなんですけど、横幅が広かったりとか、つま先が結構広くて、あの、ゆったりとしたデザインなんですね。なので、すごく履きやすい。あの、普段履きにしてても、全くストレスがない履き心地なんですけど、結構緩いので、その分ね、ホールド感は緩いので、レース走るとか、速いスピードで走るってなると、もう結構ブレちゃって、多分後半きつくなったりするので、本当にゆっくりジョックと、まあ、普段履きぐらいにしか使えないというところで、まあ、値段は高いけど、削れも結構すぐに出てきたし、ゆっくりジョック以外には使いにくいっていうところでね、評価はちょっと低めです。ただデザインがねめちゃくちゃいいので、まあそもそも僕デザインでこれ買ったので、自分としては超お気に入りシューズなんですよ。個人的には本当に1、2を争うお気に入りシューズなんですけど、みんなにおすすめするかどうかと言われれば、今回は第5位かなというところになりました。はい、続いて第4位いきましょう。第4位はナイキペガサス。これは38です。今40ぐらいまで出てるんですけど、これ38ですね。このペガサス、評価はこれなんですけど、まず、特筆すべきところはコスパ5です。で、このコスパ5になる条件としては、38、今40が出てるって言ったんですけど、2個前のモデルなんですね。定価でいくと多分ペガサスって1万5000とかするんですけど、ナイキというのはすぐにモデルチェンジをしたりするので、僕はアウトレットで7040円で買いました。めちゃくちゃ安いでしょ。最近のランニングシューズで7000円ちょうどで買えるシューズってほぼほぼないと思うんですけど、まあ、そういう条件を満たせればコスパ5として評価していいのかなと思います。これペガサスってモデルが前のやつ39、38、37とかになってもあんま変わらないんですよ。最新版のペガサスを買うのはあんまりおすすめはしないです。それはコスパ悪くなります。なんか次のモデルになっても進歩してる部分がそこまで大きくは感じられないし、その割に値段がマジで高くなったりするんで、そう、最新モデルはカラーとか見た目とか、なんかそれだけでめっちゃ高くなっちゃったりするんで、ナイキのアウトレットとかで安く買うのが僕的にはおすすめです。デザインは3。これいろんな色があって、これまあ真っ白でめちゃくちゃかっこいいんで、これだけやとデザイン4って言いたいところもあるんですけど、ややちょっとナイキのペガサスって、まあ子供っぽい
っていう言い方はおかしいですけど、もうありきたりっぽい感じがしちゃって、結構どこ行っても陸上競技場とかも被るし、部活動感は結構ありますよね。なので、まあ中高生が買うのとかってすごいおすすめなんですけど、大人だとね、オリジナリティを出すのはちょっと難しいかなって。スポーツ感はあります。私服にこれとか履いてたら結構マジダサいです。まあシューズ自体はですね、軽くはないです。やや重めぐらいのシューズで、あとはこのゴムですね。クッションのゴムがこれすごい硬くて、まあ、コスパゴーとさせていただいてる部分ではこれめちゃくちゃ耐久力あるんですよ。こういう外側とかも全然削れてこない。このゴムもめっちゃしっかりしてて、削れがね本当に、これ普通の人だと1000キロとか1500キロ走っても全然いけるんですよ。全然へたらないですね。耐久力としてはもう最強です。今回シューズいっぱい紹介しますけど、まあおそらく耐久力としては最高なんですけど、まあ、その分ですね、やっぱ硬い、クッション性が最近のシューズにしてはやや硬い、重めということで、速いペースもきつい。20キロ30キロとかのゆっくりロングジョグするのも結構足がきつくなってくる、痛くなってくるので、まあ用途の広さとしては3、もしかしたら2かもしれないです。まあ僕は3とさせていただきますけど、なのでこれで全てを賄うっていうのは結構難しいのかなというふうには思います。そして第3位いきましょう。はい、これごめんなさいね、最初に言っておきます。結構もう汚れちゃって色変色しちゃってるんですけど、グリセリンってやつですね。これ20というモデルなんですけど、ブルックスから発売してるグリセリンというモデルです。はい、裏側見ていきましょう。はい、このシューズの一番特筆すべきところは、これもまたですね、コスパです。はい、これなんとですね、外側そんなに削れてないと思うんですよ。僕本当にここいっぱい削れる人なんで、それでも全然削れてないなっていう感じはするんですけど、こういうとこもですね、ラバーの張ってない部分はそんなに削れてないです。なんとこれ、1年間履いてます。はい。1年間僕のゆっくりジョックとかのほとんどを支えたのにもかかわらず、ラバーもこれだけしか薄くなってない。はい。全然ラバーがね、かかとは僕もともとそんなにつかないんですけど、まあでもね、ちょっと薄くなってるぐらいで、全然削れてないと。耐久力が結構マジでエグいです。その分ですね、値段もやっぱりちょっとブルックスのシューズ全体的に高めなので、まあコスパ4なんですけど、耐久力としては本当にめちゃくちゃある。で、クッションの種類としては、これはもちもち系です。もちっとする感じですね。はい。まあ沈むっていう感覚ほどはないんですけど、ただですね、衝撃吸収は、めっちゃあるなっていう風に感じるので、ただそれがね、やっぱり影響して、本当にゆっくりジョックしか使えないっていうのが、このシューズの最大の難点です。重さも一番最初に紹介したゴーストマックスよりはあるので、重い、まあ、そしてブルックス特有のここは広くて緩い、反発力もちょっとゴムっぽいのであんまりない、クッションもしっかり沈んでしまうということで、本当にゆっくりジョックしか使えないです。1年間、まあ、キロ5以上のジョッグはもうこれしか履いてないですけど、それでもこれだけ削れないし、まあ、ちょっと汚れてしまったんでね、いつまで履けるかっていうのは分かんないですけど、ただまだまだ僕は履く予定です。ただこれ真っ白のデザインなんですけど、真っ黒とかもあるんですよ。まあ、本当にいろんなカラーがあって、例えば真っ黒とかが一番人気で、通勤ランとかにスーツとか、まあ、普通の服にも真っ黒のこのシューズを合わせて履いていって、最後そのシューズ走って帰るみたいな人もね、結構たくさんいて、うちのチームの選手もですね、そういう履き方をですね、このグリセリンでしてる選手っていうのはね、実は何人かいるので、これ僕だけじゃなくて、結構周りの人からもこれめっちゃいいよねっておすすめとして聞くシューズです。ゆっくりジョックだけならね、本当にこれ一足で全て賄えるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そして次第2位いきましょう。第2位はじゃん、アシックスノバブラスト3です。はい、ここでね、初めてアシックス出てきましたけども、これはですね、アシックスの今4もう出てるのかな、スーパーノバブラストみたいな、また別の名前のこのモデルも出てるんですけど、まあこれは3と言って、これも1年半前とかに購入したのかな。まあなんといってもこのシューズの特徴は、まあ用途の広さです。この厚底シューズめちゃくちゃ分厚いですね。さっきのグリセリンと比べてもね、やっぱりこっちの方がかかとの部分も分厚い、つま先の部分も分厚いので、まずクッション性もねしっかりあります。そして特徴的なのは、このクッションありつつもすごく軽いです。めちゃくちゃ軽いです。これアッパーの素材もね、結構これごっつく見えるでしょ。これパッと見で全然軽そうに見えないんですけど、まあ履いたことある人とかね、手に取ったことある人だったら分かると思うんですけど、めちゃめちゃ軽いです。これ反発もしっかりある、カーボン履いてます、カーボン履いてますけど反発もしっかりあるということで、こんなに分厚くてこんなにしっかりした作りなのに速いスピードも意外と出ます。僕これで3分半ぐらいなら全然、そのダッシュだったら持っていけるんですけど、3分半で10キロとかだったら俺これ全然いけちゃいますね。僕がもし100キロマラソンとか走るんだったら、俺多分このシューズを
チョイスします。弾んでる感じがするんですよ、バンバンバンって。なのですごく、このシューズはですね何にでも使えるというところで、かなりおすすめです。まあ、ややねデザインは、うん、これね真っ白のやつ確かあったんですよ、なんかフォーカースーパーブラストみたいなやつ、それめっちゃかっこいいんですよ。ただまあそれ以外の、まあ、このノバブラストはですね、まあそんなに正直かっこいいと僕が自信を持って言えるものはあんまなかったですね。まあそしてコスパとしても、まあこれ1年以上履いてるので、もちろんね削れてしまうのは当たり前なんですけど、まあ、こういうかかとのところからもねちょっと削れてしまってます。はい、軽いので、まあ最初に紹介したゴーストマックスのように、まあ軽い分やっぱりここのクッションの密度も少ないので、まあ削りやすいかなっていう感じです。ただこのラバーの部分がしっかりいっぱいついてるので、こういうところは全然大丈夫ですね。このラバーがついてない部分は結構削れちゃってます。なのでまあコスパとしては3です。人によってはコスパ4とかにねなる人もいると思います。僕の走り方的にはちょっとコスパが3になっちゃいましたね。あとはそのコスパが3と言われたところでちょっと一番言いたいのはここですね。なんかパリパリになってるんですけど、これはですね僕がそのシューズの補強剤みたいな接着剤みたいな商品があるんですけど、それをつけた後なんですけど、ここのね横の部分がねちょっと裂けちゃって、軽いシューズなんでこういうのり付けとかがねやや甘いとか、ここがね破れちゃいましたね。ジョックシューズでこの横の部分とか布の部分が破れるっていうのは僕結構珍しい体験だったので、まあ軽いにはそれなりのね、まあ、理由と、まあ、デメリットもあるのかなっていうような感じでした。まあただ普通に履いておけば基本的には耐久力もあるし、どんな用途にも使えるし、これ一足で全てを賄うってこともできると思うので、まあ、今回ニートねさせていただきました。さあそしてねお待ちかねの第1位ですね。第1位いきましょう。はい、こちらハイペリオンマックスです。こちらもねブルックスです。ちょっとブルックス推し俺ちょっと多い気がするんですけど、変な宣伝とかではなくて、まあシンプルに好きだから履いてるっていうのがねブルックスさんなんですけど、こちら評価としてまず、このシューズ一番何がいいか、まあこの動画のね最初にも言った通り用途の広さ、これでまず1位と、しましたね。耐久性としてはこれも1年以上履いてるのに全然削れてない。この外側がやっぱちょっと削れてるだけで、ラバー部分とかこの真ん中のスポンジ部分は全然大丈夫ですね。ただ値段はまあまあする、2万円ぐらいするのでコスパは3です。まあ、割引の商品とか買えばね全然もっと安く買えるんですけど、まあ、その分ちょっとデザインの人気がないやつが余っちゃってるので、まあ、そこだけ気をつけてほしいんですけど、あとはデザインも3、これもカラーバリエーションが結構いっぱいあるので、まあ、自分の好きな色選べるけどスニーカーとしても履けるよぐらいのめちゃくちゃ最強におすすめのデザインとかカラーっていうのはね、まあ、僕の中ではなかったので、まあ、これも3とねさせていただきました。そしてその用途5というところで、まずこれめちゃくちゃ軽い、マジで軽いです。まあ今まで紹介ねシューズいろいろしたと思うんですけど、まあこれが一番軽いです。もうマラソンシューズとしても行ってもいいんじゃないかっていうぐらい軽くて、まあ実際これでねフルマラソン3時間ぐらいの人だったら走っちゃう人とかいます。3時間着る人もいますね。多分これで2時間48分、1キロ4分ペースでフルマラソン走るぐらいの人だったらね全然世の中にたくさんいると思うんですけど、カーボンも入ってないです。おすすめポイントとしてはまずカーボン入ってないのにそのレースとして2時間48分で走れるぐらいの反発力がある。バーってね弾むでしょ、分かりにくいけどこの跳ね返りがめちゃくちゃ強くて、カーボン入ってないのにめちゃくちゃ跳ね返る。なんでカーボン入ってないから足はそんなに疲れないの。この跳ね返りがめっちゃ強いので意外とスピードも出るということで、ペース走とか速いジョックとかにもめちゃくちゃおすすめです。そしてこの耐久力ね、はい、耐久力もあるのでゆっくりジョックもいけるっていうところなんですね。クッションも結構もちっとしてる感じで、ゆっくりジョックとかでも全然なんか薄くて痛いみたいなことないんですよ。薄くて軽くて速いシューズっていう感じはないんですね。なんかクッションめっちゃあるのに軽くてしかもカーボンもなくてみたいな、ジョックシューズのいいとこを全て取った感じ。破れとかも1年間履いてるけど全くないので、まだまだ履けます。ラバーの部分の削れも全然ないです。ということでこのシューズがね、まあ、僕の中で第1位。正直これ1個あればキロ6分のジョックもいける、キロ3分30のペース走もいけます。試合以外、トラックレースしか出ないよっていう人だったらこれとスパイク、この2つでもう全ての練習賄えると思います。3分20、3分30のペース走これいけるし、それかマラソンランナーでマラソンはベイパーフライ履くよとかアディオスプロ3履くよみたいな人だったらもうそれとこれ、なので1年間これだけで全ての練習を賄うこともできます。なのでまあ僕がね一番おすすめする練習用ジョックシューズはハイペリオンマックス
です。ということでね、まあ、いくつか、僕の方でね、シューズのおすすめをさせていただきました。まあ、もちろんね、人によってね、こんな練習はね、僕はしないからとか、ペースそうなんてしないよ。もうゆっくりジョックしかしないよとか、これスピード出ないけど、それ以外の練習だったら、何もでも使えるので、耐久力もあるし、値段も安いし、デザイン性も全然悪くないしっていうところで、一番これですっていう人もね、たくさんいると思うんですけど、僕はね、ハイペースのジョックとか、ペースそうとかもするので、まあ、その用途の広さっていうのをね、まあ、ちょっと重視させてね、いただきました。初めてね、僕が普段使ってるジョックシューズをね、まとめて、紹介したんですけど、まあ今後もね、もし僕が使ってるアイテム、ギアとかでね、知りたい、聞きたいみたいなことがあればね、またまとめて紹介する動画っていうのをね、撮りたいなというふうに思うので、ぜひコメントしてください。じゃあね、今日は見てくれてありがとうございました。